え同じデモを3度やるのは難しいことですかねだって川口3回やってますよ川口で3回でもやってるけれども、何も問題ないでしょ方法論がわからない。もうそりゃバカですよね。20年にわたって君たちに見せてきたんだから、自分たちでやりようなんかいくらでもあるんです。でもでも、抗議外線でもね、行政交渉でも何でもいいんだから、やれって言ってるんですよ。でも実際に保守なんてのはいないわけですよね。 自分で保守だって名乗っておきながら、保守活動なんかしないでしょうね。じゃあ彼らがね、クルドに、クルド問題で川口でね、抗議の声を上げるか上げません朝鮮人問題でね、もう散々パラ日本をね、誹謗中傷する朝鮮問題で声を上げるか上げません <laughs> 日本っていうのがね、これからどん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 こう外国人にね、圧殺されていくんじゃなかろうかと。来年の7月でしたっけね。 もう一年切ってるんですけど、来年の7月5日だったかな ?25 日だったかちょっと忘れましたけれども、あの隕石が落下して、ほんで日本に巨大津波が襲ってくるみたいなことをね、あの予言しましたとか言ってね、えー、言ってましたけれども、巨大津波が来なくても日本がこのね、外国人化に飲み込まれる、外国人の災いに飲み込まれるっていうのは、もう規定事項なのかもしれないですよね。うん、だからそのね、 外国人のこういったですね、ヘイトスピーチ、ヘイトクライムに対して怒りの声を上げてるのは桜井誠以外誰がいるよって話なんですよ。口先ではね、あの、許さないとか言っといて、じゃあクルド人のね、問題であんたたちなんかやってるって言ったら何もやってないんですよ。朝鮮人の問題でなんかやってる何もやってないんですよ。いや、ことあげする方が、いや、ことあげじゃなくてもうそのレベル超えてるんだから、だから動かなきゃダメでしょ動かないんですよ。これがね、 これが今の日本ですから、ね。